君アリザデ・ゼヌリンはイランキャラージ生まれのテコンドー選手。2016年リオデジャネイロオリンピックで女子57キロ級で銅メダルを獲得した。イラン出身女性で初のオリンピックメダリストである。2020年1月11日、イランでは女性選手の権利が著しく制限されていると体制批判を行い、13日までにイランから亡命する意思を表明。 オランダに入国したとされている。その後、ドイツに亡命。2021年7月から開催された2020年、東京オリンピックには難民選手団として参加し、テコンドー女子57キロ級で4位に入った。リオ2016、キミア、アリザデーゼノーリン。2016年8月19日閲覧。タイクワンドテータ、キミア、アリザデーゼノーリン。 2016年8月19日閲覧。AB、イラン女子選手、亡命表明五輪メダリスト、抑圧受けた。毎日新聞。 https://mainichi.jp/articles/20200114/ddm/007/030/040000420 0年1月14日閲覧。イランの皆さん、さようなら女性メダリスト亡命化。朝日新聞。https:www. 朝日 .com。 アーティクルズ、エーズン1回 56QMN1 不備零零 NHTML2020 年1月14日、閲覧。AB、東京五輪参加の難民選手団紛争地の平和願い、力出し切る。産経新聞、2021年7月31日閲覧。ありがとうございます。